イエス・キリストの復活からおよそ2000年、彼の教えは弟子たちによって世界に伝えられました。しかし、その間、人々はどのように信仰を守ってきたのでしょうか。時代とともに変化してきたキリスト教の姿に迫る10分見るだけキリスト教シリーズ。今回はイントロダクションとしてキリスト教史を読み解くための4つの視点をご紹介します。視点1、教会史は聖書の続編。古代ギリシャやインドの世界観は英語を回帰、つまり世界は同じことの繰り返しだと考えるため、宗教は歴史を重視しません。それに対して聖書は世界に始めと終わりがあると考えます。最初は神が完全な形で世界と人を創造されますが、人は堕落し、世界は滅びに直面します。しかし神はイエス・キリストを世に送られ、最終的に御国が完成します。とはいえ、聖書には繰り返しも見られます。創世記に由来する1週間は、7日ごとに繰り返し、旧約聖書で定められたイスラエルの祭りも、毎年繰り返し祝います。また、旧約聖書には、日の下には新しいものはないという言葉もありました。聖書の時間は螺旋階段のように繰り返しながらも終わりに向かって進んでいるのです。世界がある方向に進んでいるとすれば、歴史を記録することには大きな意味があります。そのため、新約聖書時代以後もキリスト教世界では、教会の歴史をまとめる試みが積極的になされてきました。視点2、神の歴史か人の歴史か。キリスト教の歴史を初めて本格的に論じたのはエウセビオスという人物です。彼は教会史の父と呼ばれ、使徒時代から4世紀に至る教会の歴史をまとめました。そしてその教会の歴史を神の勝利と意味付けました。その後に活躍した著名な神学者アウグスティヌスも著書「神の国」で神の国と地の国の歴史について論じ、世界の終わりについても述べています。彼らは教会史を神による人類救済の歴史と認識していました。それは信仰者だけが理解できる事柄であり、そこに批判や議論の余地はなかったのです。ところが近代以降、進化論やマルクスの唯物史観などが登場し、学問の世界はキリスト教から分離していきます。19世紀になると、一般の歴史学の方法論がキリスト教史研究にも影響を与えるようになりました。神学者のエルンスト・トレルチは、歴史学的な批判に耐えられる方法で教会史を研究すべきだと主張しています。では、キリスト教の歴史は神の人類救済の歴史なのか、それとも人が教会を運営した歴史なのでしょうか。現代の神学では、歴史神学の領域でキリスト教史を扱います。それは歴史に対する神の何らかの介入を認めた上で、そこから歴史の根源的な意味、現在の自分の生き方、将来について考える営みなのです。点3、欧米中心から非西欧へ。イタリアの哲学者クローチェは、歴史を思議することは確かにこれを時代区分することであると言いました。つまり歴史認識によって時代区分が異なってくるということです。教会史ははじめ時代を区分せず世紀順に論じられていましたが、19世紀になると古代、中世、近代という3つの時代に区分する方法が取られるようになります。この区分は今日の教会史でも用いられています。ただこれは西欧の政治文化を3時代に区分する方法に基づいており、
西欧ブルジョアジーの歴史観を反映したものだという批判が出てきました。そこで近年では非欧米世界のキリスト教の視点に基づく時代区分も提唱されています。またキリスト教は長年ヨーロッパを中心に発展してきましたが、第二次世界大戦以降、アフリカやラテンアメリカ、アジアなど非西欧のキリスト教が存在感を増しています。それに伴い神学やキリスト教の歴史を非西欧世界の視点から捉え直す動きも活発化しているのです。視点4、ユダヤ的な視点の回復。キリスト教史における欧米中心の傾向はユダヤ教やユダヤ人への無関心としても現れてきました。しかしキリスト教とユダヤ教、ユダヤ人の関係はキリスト教史における重要なテーマだと考える人が増えています。というのも、第一にキリスト教のルーツはユダヤ教にあるからです。イエスもユダヤ人でしたし、その弟子たちもユダヤ人でした。イエスはユダヤ教を改革することを目指しており、キリスト教の創始を目指してはいなかったという見解もあります。第二に、キリスト教史が抱える反ユダヤ主義の歴史に向き合う必要があります。ユダヤ人はイエスを十字架にかけて殺したキリスト殺しであるとして、ヨーロッパで何世紀もの間迫害されてきました。キリスト教における反ユダヤ主義はやがて人種としてのユダヤ人への偏見を生み出し、最終的にはホロコーストを引き起こしたとも言われています。このため、ユダヤ教やユダヤ人との関係もキリスト教史の重要な主題の一つなのです。講座の特徴と予定。以上、キリスト教史を読み解く4つの視点をご紹介しました。10分見るだけキリスト教史シリーズでは、欧米を中心としたキリスト教の歴史に加え、従来あまり扱われてこなかった非西欧のキリスト教の歴史、キリスト教とユダヤ人との関係もご紹介してまいります。そしてキリスト教信仰の多様な側面に触れることを目指します。そこで第1回から第4回までは、長きにわたってキリスト教文化の中心としての役割を果たしてきたヨーロッパを中心としたキリスト教の歴史を学びます。キリスト教がどのように変化してきたのか、その評価されるべき点と反省すべき点とに注目しながら、歴史的歩みを振り返ります。第5回から第8回までは、非西欧地域から見たキリスト教の歴史を学びます。従来とは違う角度からキリスト教の歴史に光を当てることで、キリスト教信仰のダイナミズムが浮かび上がってくるはずです。日本のキリスト教の歴史もここで扱います。キリスト教は私たちにも身近な信仰なのです。第9回と第10回はキリスト教とユダヤ人の歴史をご紹介します。キリスト教がユダヤ教と対立を深めていく中で、ユダヤ人であることとイエスを救世主と認めることは両立し得ないという認識が生み出されました。しかし近代に入り、メシアニック・ジューと呼ばれるイエスを救世主として受け入れるユダヤ人が登場します。彼らの登場はユダヤ人であることとイエスを救世主として受け入れることは両立しないという常識を覆し、キリスト教の新しい地平を開いています。10分見るだけキリスト教史シリーズは、2000年以上のキリスト教の歴史をたった10分かける10本で、しかも多角的に学べるシリーズです。さあ、キリスト教の歴史をたどる旅にご一緒に出かけてみませんか？